おはようございます。今週も Vlog やります。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は今から練習に向かいます。それじゃあ練習行ってきます。ピタク、いただきます。お腹減った、お腹減った、お腹いた、絞り出せ、いただきます。マジでフルーツヨーグルト食べてるときマジで幸せです。うめえ。もうちょっとでご飯炊けそうなんですよ。だからまあ先にちょっといただきます。炊けた、来たー、炊けたー、ご飯が炊けたぜー。オープン、炊きたて最後、炊きたてです。お、あったよ。うん、うめえ。炊きたてってなんでこんなにうまいんでしょう。マジでうまい。怖いくらおー、今日はヨーグルト味を飲みたいと思います。おはようございます。あ、うまっ。マジでキノコ、豆腐、ネギの組み合わせが味噌汁一番好きかもしれないです。はい、準備できました。それじゃあ練習行ってきます。 I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown.If you hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right past the pain. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it.I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. They can find me, I need to see if I... はい、帰ってきました。久しぶりに 120m 走ったんで、マジできつかったです。いただきます。
夜ご飯。あ、これですか。あ、これ豆乳です。あ、よく植物性タンパク質のために豆乳飲んでます。はい。結構動物性タンパク質取ること多いんで、まあアミノ酸の種類増やそうと思って、まあ動物性だけじゃなくて植物性も取ろうと思って、まあ植物性でまあ豆乳を飲んでます。まあ、植物性やと納豆、豆腐、豆乳とかですかね。アフラ！今日でめっちゃ焼けた。刺激が欲しけりゃバカになれ、ウォーウォーウォー、あはは、あんかいい感じ、お空海に、あてはこの洗顔高いけどマジでいい。油めっちゃ落ちる。チョコレート、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 チョコレートは、はい、ということで今回はナチュラルチョコレートを飲みたいと思います。いやマジでめちゃめちゃ楽しみにしてました。ちょっとココナッツが多すぎてココナッツめっちゃ飲んでましたけど、ナチュラルチョコレートを飲みたいと思います。それではいただきます。もう匂いがいい。あーうまい。もうめちゃめちゃ甘いと思ってたんですけど、そんなめっちゃ甘くないっすね。いや僕飲める甘さですこれ。いやめっちゃ好き。あのチョコレートブラウニーも美味しかったんですけど、僕チョコレートブラウニーよりちょっと甘さ控えめなんでこっちの方が好きかもしれないです。ナチュラルチョコレートうまっ。おやすみ。これですか。これはオレンジ 100% です。で朝に、まあ、ビタミン C 補給と、まあ、結構すっきりするんでオレンジジュース飲んでます。はい、準備できました。それじゃあ練習行ってきます。わーい。帰宅。ショート動画作るぜ。僕は 120m を走る25歳陸上選手です。世界が終わるまでダメンツボンティーダーティーボンティーダーティーお風呂でいつもセルフマッサージしてます。もめもめもめ。はい、ということで最後まで動画見ていただきありがとうございます。この3日間も頑張ることができました。明日から次の試合に向けて頑張っていきたいと思います。次の試合は全日本実業団です。日本一を目指して頑張ります。最後にですね、よかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。